金平梅。あなたの隣で眠るのは私だけ。そうだったらどんなにいいか。さてこちらは正門家まであと少しの帰路となった旦那様と金蓮一行。今宵は小さな町に泊まることに。旦那様、お願いがありますの。実は私、正門家で旦那様の道中安全のために自室を一歩も出ずに願掛けをしていることになってますの。それでごまかすのに一足先に家に戻っていたいんです。ですから旦那様、私のためにこの町でもう少し連泊なさってくださいませんか。ここでか。ここには遊ぶところはなさそうだし退屈だな。では旦那様は私が他の奥様方から抜け駆けを責められても構わないとおっしゃるのね。ひどいわ旦那様、私があんなに尽くしましたのに。わかったよ金蓮、ここに泊まる。そうおっしゃってくださると思ってましたわ。無事にお戻りになって私の願掛けを褒めてくださいませね。わかってるよ金蓮。という次第で金蓮は旦那様と別れて一足先に正門家に戻ることになったのですが。奥様、お戻りの時はこの下働きの服で、絶対に奥様だとは思われませんから。確かに私だなんて誰も思わないわね。あら、うちに見たことのない車が止まってる。従者の身なりもいいわね。どちらからのお客かしら。どうしましょう、大変なことになってしまった。伯楽公子様が正門家の第六夫人を襲ったなんて。平次が襲われた。しかも悪いことにその夫人が恐ろしく犬嫌いだったらしくて、俺が悲鳴を聞いて駆けつけた時にはもう手遅れで、気絶した夫人の上に公子様が乗っかってて引き離すのに一苦労だったよ。犬？伯楽公子って犬なの？平次ったら犬に襲われたの？私たちどうなるのかしら。公子様のお世話係として両方からお咎めを。それがなんと俺たちお咎めなしなんだ。え？お咎めなし？ああそうだ、正門家の大奥様が俺たちには何の落ち度もないってさ。しかも第六夫人の方から伯楽公子様に非礼を詫びにいらっしゃるそうだ。よかった。どうなるかと思った。ふーん、だから安心して休もう。貴方様は予定通り明日ここをお立ちになる。本当に焦ったのは俺の方さ。何せ第六夫人を襲ったのは本当は公子ではなく俺だからな。向こうが訴える気がないなら俺にとっては好都合。あら、目が合ってしまったわ。あ、なんていい女なんだ。失礼いたします。あ、待てよ、君ここの下働きだね。名前なんていうの？何こいつ。話してください。そんななりしててもわかるぜ。あんたここんちの奥方にも劣らないいい女だ。それはどうも。そんな本当のこと言われても。ねえどう、俺とこのまま。あ、奥様があちらに。失礼します。あ、ちバーカ。
竜騎鳳様の愛犬、いえ、ご子息の白楽公子様が平次様を襲った。そうなのよ、あのアホ犬が、いえ、白楽公子様のせいで大騒ぎよ。しかもあのバカ犬の、いえ、白楽公子様の飼い主が平次様を公子の妾にしたいとまで言い出して。そんなって、平次様絡みでこんなに面白い話になってるのに、金蓮奥様は部屋から出てこないの？それは。はい、奥様の願掛けのご意志は固いんです。どうぞお引き取りください。もう大丈夫です、奥様、お帰りなさいませ。留守番ありがとう、春梅。それにしてもなんだか面白いことになってるわね。平次様、薬湯をお持ちしました。入って。下旬お加減はいかがですか？ダメよ、めまいがして吐き気もするわ。こうして起きているのもつらいわ。立ち上がることもできない。まして着替えるなんてとても無理だわ。でも私、大奥様の仰せの通り、公子に非礼をお詫びに行かなければ。平次様、着替えを手伝って。あ、平次様、大奥様の命に従わなければ。あ、闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。